シュレージエン戦争第二次、シュレージエン戦争第二次、シュレージエン戦争は、七百四十四年から七百四十五年にかけて、シュレージエンの帰属をめぐって行われたプロイセンとオーストリアの戦争。オーストリア継承戦争を構成する戦役の一つで、二度目の、シュレージエン戦争である。マリア・テレジア七百四十二年六月十一日の、ブレスラウ条約によって第一次、 シュレイジエン戦争を終わらせたオーストリアは、その戦力をフランス・バイエルン連合に集中できるようになった。オーストリアは条約締結後から攻勢に出て、夏から冬にかけての戦役で、米面を奪回し、1743年春には、バイエルン本領を再び占領した。その後オーストリア軍は、大陸に上陸してきたイギリス軍と共に、ラインウガンで活発に活動し、 フランス軍を後退させて、このような状況はフリードリヒ大王に大きな危機感を持たせた。大王は自国の戦線離脱によって戦況が急にオーストリア優位に傾くとは予測しておらず、オーストリアを過小評価していた形となった。大王はマリア・テレジアが主ジエンの強奪を深く恨みに思っていることを知っており、もしオーストリア優位のまま戦争が進めば、 遠からずシュレイジエンの脱会を求めて、プロイセンに報復戦争を仕掛けてくるだろうことは、容易に予想された。大王は芸術活動に取り組んだり、フランスからボルテールを招いて歓談するなどして、兵素の風を装いつつ、オーストリアの戦況を油断なく、見張り続け、軍の増強に余念がなかった。特に第一次、主ジ辞ン戦争で脆弱性を露呈した騎兵の改善には、 力が注がれ、加えて1743年秋には大規模な軍事演習を行った。1743年の冬からプロイセンはフランス及びバイエルンと交渉を始め、同盟の再構築に向けて動き出した。1744年5月22日には、プロイセン、バイエルンにプファルツ、ヘッセン・カッセルを加えたドイツ4両方によるフランクフルト同盟が結ばれ、 ハプスブルクに押されている皇帝カール7世の勢力を回復させることを確認した。この時ワイエルンとの間では皇帝のために米面王国を取り戻す代償としてプロイセンに北米面を具体的にはエルベ川北岸領域及び対岸のイニヒングレーツ、パルドビッツ、コリンを割上することを取り決めていた。同様に6月5日にはフランスとの間に パリ条約が成立し、両国は再び協力して、オーストリアと戦うことになった。並行して大王は、背後を固めるために二つの縁組を成立させた。一つは、スウェーデンとジカとの間の縁組で、この頃、ロシアとの戦争に敗れたスウェーデンでは、後継が問題となっていたのが、ホルシュタインゴットルプ家のアドルフ・フレドリクが、王位継承者に決まったことを受けて、 ルルイーゼウルリーーウウををせ、スウェーデンを遠跡とした。もう一つは、ロシアとの縁組で、女帝エリザベータが、皇太子、ピョートルの日に、プロイセンに仕えるアンハルトゼルプスト公、クリスティアン・アウグストの娘ゾフィー・アウグスタ・フレデリーケを、希望しているのを熱心に仲介して、彼女をサンクトペテルブルクに送り届けた。大王はこれによって、女帝の関心を買うとともに、ロシア帝室に、 自国の息のかかった人物を送り込むことで、ロシアの外交政策に影響を与えることを期待していた。このように、プロイセンが準備万端整える中、ロートリンゲン公式カール率いるオーストリア軍主力部隊はライン川を越えてエルザスに進出し、フランス領に侵入した。オーストリアの目的は、主霊自演に劣らぬ因縁の地であるロートリンゲンをフランスから奪い返すことであったが、 オーストリアがロートリンゲン目指して、ラインの彼方に深入りするであろうことを、大王は予測していた。プロイセンが再び戦争に加わることに、重心一同は強く反対したが、大王はオーストリアに主霊支援を諦めさせるには、今一度参戦して徹底的に叩き、戦意と勢力を失わせるしかないと主張して、これを退けた。7月12日、プロイセンに、 オーストリア軍ラインとかの知らせが届くと、大王はフランスに近日中の参戦のベーメニリを通告し、取り決め通り、フランス軍はオーストリア軍を追って東西からこれを攻撃することを求め、連絡武官としてシュメッタウを派遣した。大王はオーストリア軍の主力が不在の時を見計らって攻撃することによって1740年冬の戦略的奇襲を再現しようとしていた。 1744年の米面地図。中央がプラハ戦争再開にあたって大王が描いていた計画は次のようなものであった。すなわち、プロイセン軍は米面を占領して東英地とするとともに一気にドナウ川まで南進し、バイエルンと連絡をつけ、かつ、ビーンとカールコーシ軍の連絡を断つ。フランス軍と皇帝軍は急遽撤退するオーストリア軍を追撃して、 迅速な撤退を妨げつつ、ラインウガンに投影地を得る。イギリス軍が応援に駆けつけるようなら、フランス軍の一部でハノーファーを攻撃し、これを阻止する。冬明け後、速やかに両軍は、米面西部か、バイエルにおいて身体極まったオーストリア軍を、強撃殲滅して、ウィーンに降伏を迫り、戦争終結に持ち込む。8月2日、動員されたプロイセン軍9万余は、 進軍を開始した。プロイセン軍は4つに分かれ、うち3つが米面に侵入した。大王軍4万は、ザクセンの真ん中を横断し、ピルナでエルベサガンに渡り、以後エルベ川沿いに南下して、ロボジッツ経由で、プラハを目指した。若デッサを率いる1万5000は、内瀬川沿いに、ザクセン東部を南下し、ラウジッツのツイッターから米面に入ると一旦西南に、向かってエルベ川にで、 ライトメリッツから大王軍と並行してエルベガーウガンを降り、さらに闘進してあると分らう、ブランダイスを占領してきたからプラハに向かう。シュレージエンのグラッツから進発するシュベリーン軍1万5000は、ひたすら精神して、ケーニヒグレーツからエルベ沿いに、東からプラハに接近した。上シュレージエンのマルビッツ軍2万は、メーレンのオルミュッツに進出して、主力の米面攻略を援護した。 またエルベ川の水運を利用して、各種物資及びプラハ攻略のために用いる重砲を数百の船で輸送した。迅速に米面に侵入するために、大王は、ザクセン通貨を選んだ。ポーランド王権ザクセン戦抵抗、アウグスト3世は、圧倒的に優勢なプロイセン軍の前に抵抗することができず、プロイセンの通行許可の要求を飲まざるを得なかったが、プロイセン軍の通過後直ちに、 ザックセン軍をオーストリア軍との合流に向かわせた。大王は戦争再参戦にあたって、オーストリアに不当に迫害されている皇帝を救援すると称し、帝国に秩序と平和をもたらすためにオーストリアを打つと宣言して、8月7日、ドーナ迫によってオーストリアに宣戦線布告し、また国民に向けて同様の布告文を書いた。 オーストリアはエルザスのカール公使軍に直ちの撤退を命ずると、共にバイエルンに駐屯していたバッチャーニ軍2万を米面に、急破して何とか時間を稼ごうとした。マリア・テレジアは再び、プレスブルクに赴いて、ハンガリー貴族に、さらなるハンガリー軍の動員を要請した。8月後半から9月初頭にかけて、プロイセン軍は、順次米面に侵入しつつあり、8月28日には、 ライトメリッツを占領、和歌、デッサウ軍と大王軍は、街道を果たし、9月2日には、プロイセン軍は、プラハ郊外に到着した。プラハは、民兵がその下半を占める1万4千の兵によって、守られていた。オーストリアは、テシェンにおいて、エルベ川に杭を打ち込み、船を沈めて、通行を不可能にしていたため、重砲の到着が遅れた。援護のために、バッチャーには、 軍の一部を率いて、ベラウンに進出し、プラハへの接近を図ったが、プロイセンも9月5日、部隊を送って、これを攻撃させ、バッチャーには、プラハ英語を断念して、ピルゼンに撤退した。9月8日に遅れていた銃砲が到着し、本格的なプラハ工場戦が開始された。途中12日には、オーストリアの砲撃により、王族の一人。 フリードリヒビルヘルム・フォン・ブランデンブルク・シュベートが戦死するアクシデントがあったものの、9月16日、プロイセン軍の猛攻撃に抵抗しかねてプラハは降伏した。プラハ氏は改めて皇帝に忠誠を誓わせられ、軍勢が課せられた。プロイセン・フザール米面における戦争は、大王の計画通りに進んでいたが、すでにこの時点で重大な誤算が生じつつあった。8月8日、 出生していたルイ15世がメッツで急病に倒れ一時帰国に陥って周遊の秘跡を受けるほどであったためフランス軍全体の士気が混乱し撤退を図るオーストリア軍へ有効な追撃も妨害も行うことができなかったのである。大浜もなく回復したが戦争への興味を失い帰国してしまった。8月23日から24日にかけてオーストリア軍は ライン側の逆とかに成功し、ハイルブロンで体制を整えた後米面に急行しつつあった。このような状況の中で、プラハ制圧後のプロイセン軍には、ピルゼンのバッチャー2軍を駆逐して、米面内のオーストリアの反撃拠点をなくし、米面北半の占領を確かなものにして、投影の準備を整え、次の季節を待つという選択肢もあった。しかし大王はこの策を取らなかった。大王は、 フランス軍によるオーストリア軍足止めが失敗したことは知っていたが、フランス軍も遠からず、これを追ってくると期待していた。ところが、大王の期待に反して、フランス軍はその後も消極的な作戦に終始し、シュメッタウの必要な要請にもかかわらず、せいぜいフライブルクへの攻撃のみを行って、オーストリア軍を追撃しなかった。もう一つの味方であるゼッケンドルフの皇帝軍も、 戦力を落として、オーストリア軍への実行ある妨害を行うようなことはせず、むしろ、オーストリア軍が去るのを待ってからバイエルンを回復するのを喜ぶような状態であった。大王は、プラハ戦領から時を置かず、プラハ守備のために、アインジーデルと5000人を残し、残りの全軍でターボルを、そこからフラウエンベルク、さらには、ウトバイスを目指した。前衛は、ナスサウが務め、 大王とシュベリン率いる本隊は、プラハから東南のピシェリュでサザワ川を渡って、ターボルに直進、ワカデッサウの部隊は本隊の側面を援護して、モルダウ川沿いを更新し、ポサドフスキーが本隊に続いて、後衛と補給部隊を率いた。補給部隊は、モルダウ東岸の起伏の多い地形と、貧弱な道路に悩まされることになった。 強力なナッサウの前衛部隊は9月23日にターボルを占領し、30日にはブトバイスを占領。翌10月1日には抵抗していたフラウエンベルクも陥落した。大王の本隊も27日にターボルに到着し、プロイセン軍の進軍は非常に順調なように思われたが、すでに破局の前兆が現れ始めていた。プロイセン軍は千数百両の入馬車と、 数千頭の馬及び牛を用意して戦争に臨んだが、それでも必要な分の食料を用意することはできず、当時の戦争ではいつもそうだったように現地調達に多くを頼っていた。ところがプラハから南下を始めて間もなく、現地における物資調達が著しく困難であることが明らかになった。理由の第一は、 この地域が1741年から1743年まで戦場となっていたことからもともと調達できるような余剰の物資が少なかったことである。オーストリア継承戦争前半においてモルダウ川はフランス軍、バイエルン軍、オーストリア軍の攻防の焦点となり、彼らによって現地調達が繰り返された結果、麦や海馬の貯蔵がもともとなかったのである。理由の第2は、 オーストリアの米面における統制強化である。継承戦争初期に米面貴族たちがオーストリアを見限ってカール・アルブレヒト支持に走ったことを忘れなかったマリア・テレジアは1743年に米面を奪還した後占領軍に協力した現地貴族を裁く裁判を行い米面貴族に対する統制を大幅に強化した。この結果1744年に プロイセン軍が侵攻した際、多くの貴族が馬車を連ねて、ウィーンに逃亡し、残った貴族もプロイセンへの協力を拒否して、通常を行われる手段である在地貴族に協力を要求することによって、円滑に物資を調達するということができなかったので、ある。理由の第3は、米面ンでは30年戦争後、住民のサイカトリック化が成功しており、主ジ支ンの時のように、 現地住民の協力を得ることができなかったことである。第一次、主ジ自演戦争において、プロイセン軍は、主ジ自ンで解放者として歓迎され、各面での支援を受けることができたが、米面では、それがなく、かえって貴族たちの指導により、プロイセン軍が接近するや農民たちは食料を埋め、干し草に火をかけて逃亡した。これに対してフス派の流れを組む隠れプロテスタントが、 プロイセン軍に協力を申し出ることもあったが、あまりにも数が少なく、補給面での頼りにはならなかった。理由の第4は、オーストリアの展開した、景キヘイフザールと、ョーパンドゥールによる、プロイセン軍への波状攻撃である。第一次、シュレージエン戦争で、プロイセン軍を苦しめた彼らは、より大規模に展開して、プロイセン軍の補給部隊を襲い、また、 進出鬼没の彼らの存在は、核部隊の指揮官に挑発部隊を出すことについて、二の足を踏ませ、食料を不足をより深刻化させた。これらの結果、モルダウ川を南下している、この時点で早くもプロイセン軍の食料事情は、急速に悪化した。まず海馬不足から、輸送部隊の牛馬が多数衰弱、病死し始め、ついで兵の食料が不足した。 削減であるプラハからの輸送でキューバをしのごうにも、車両不足とキューバの喪失、そして輸送部隊への襲撃のためにそれは不可能となっていた。9月末から10月にかけて、プロイセン軍には、飢餓状態が出現し、それは、米面からの完全撤退まで解決することがなかった。軍中に、疾病者が溢れ、脱走兵の数は日増しに多くなった。 式は底なしに下がり、11月に入る頃には、プロイセン軍は、崩壊に瀕していた。カール・アレクサンダー・フォンド・ートリンゲン・エルザスからの転身を成功させたオーストリア軍主力部隊は、9月後半から順次米面に入り、バッチャー2軍が受け入れ準備を整えていたピルゼンに、集結しつつあった。オーストリア軍には最高指揮官である、カール・コーの貢献役として、ローレンナ・トラウンがおり、 実質的には彼が作戦の指導を行っていた。このオーストリア軍にはバッチャーニやフランツレオポルト・ナーダ・ジュディといったハンガリー貴族に引きられた多数の軽備兵、軽府兵がいた。トラウンは本体の到着に先行して彼らをモルダウ流域に展開させプロイセン軍への攻撃を行わせていた。プロイセン軍は オーストリア軍が米面に到着しつつあると気づいては、いたが、具体的な所在については情報を得ることができなかった。オーストリア軍の展開した濃密な阻止戦のため、大王は皇帝軍とも、フランス軍とも全く連絡が取れない状態に陥った。直近のオーストリア軍の後軍についての皇帝軍の通報は大王のもとに届くことがなく、 プロイセン軍の石膏部隊も優勢な敵の前に偵察行動が制限され、モルダウ西岸の南北各地で有力なオーストリア軍部隊を見たという不確かな情報しかもたらされることがなかった。大王はこの状況に、この4週間私には情報も手紙もない。良い協力者を見つけることもできない。カール公使は、バッチャーにはザックセン軍は米面にいるのか。 それとも北京にいるのかもわからないととろした。ザックセン軍については、映画川方面の部隊から彼らが接近しつつ、あるとの報告がもたらされていたが、オーストリア軍については異なる複数の情報が寄せられていた。大王は、オーストリア軍は、モルダウ上流ブトバイスを目指していると判断した。ターボルに到着した大王は主力を西南に転じ、10月4日、 モルダウタインでモルダウ川を渡った。そして精神しながら捜索隊を発出し、こちらに向かって行軍してきているはずのオーストリア軍を海戦によって撃破することを目指した。3日の空日の後、大王はようやくオーストリア軍の本当の位置を知った。すなわち10月2日の時点でオーストリア軍はプロイセン軍のずっと北のミロティッツにあり、 そこから北東に進出しつつあったのである。トラウンはオーストリア軍がピルゼンに集結しているにもかかわらず、プロイセン軍が南下し続ける様子を見て、プロイセン軍はこちらの行動を把握できていないことを知った。トラウンはモルダウを溶かして、プラハとターボルの中間に位置し、プロイセン軍の中継基地のあるベネシャウに向かい、プラハからプロイセン軍を切断しようと図ったのである。 10月はこの戦役の転換点であり、戦場の主導権は圧倒的に優勢だったはずのプロイセン軍からオーストリア軍の手に移った。危機に瀕したプロイセン軍は急遽反転し、オーストリア軍がベネシャウに到着する前に、そこに急行しなければならなかった。10月8日、モルダウを再ト化したプロイセン軍は、10月9日、本体に引き続いて、 車両部隊が通過し続ける、モルダータイムを数千のパンドゥール部隊が襲撃し、追転の指揮するフザール連隊及び敵団兵ニコ大隊との間に激しい戦闘が行われた。殺到するパンドゥールに対し、プロイセン軍は武道弾で彼らの突撃を粉砕し、フザールで果敢に切り込むことで敵を追い崩した。プロイセン軍は、モルダータイムを守りきり、 車両部隊の通過を済ませた。大王はオーストリア軍がモルダ東岸に渡った後でも依然として海戦によって彼らを撃退し、モルダの線を維持するつもりだった。モルダウ上流地域には輸送できなかった物資、多数の傷病兵も残っており、大王はブトバイス、フラウエンベルクに彼らを集結させ、守備兵を置いて保持しようとした。 しかしこの方面に進出したトレンク率いるパンドゥール部隊によってフラウエンベルクは水の手を絶たれて降伏、ブトバイスも攻撃を一度は跳ね返したものの結局、陥落してしまった。同様にターボルもオーストリア軍によって占領された。モルダウを北上する抗軍は兵士にとってより一層辛いものとなった。トラウンは自軍に投降した脱走兵の供述によってプロイセン軍が 食料に窮していることを知っており、ハンガリー勢により、勢力的にプロイセン軍の補給船を攻撃するように命じていた。プラハとの連絡船は、パンドゥールの浸透によって途絶しつつあり、携帯する食料がほとんどない中で、冬の到来が彼らの体力と指揮を奪い、脱走兵の数は、より一層を増した。フザールの襲撃とパンデュールの浸透は、兵の投降を助長し、 伝令の捕獲による命令の見立つ、文献体の孤立、挑発部隊への襲撃と全滅など、プロイセン軍の置かれた状況をますます困難なものとした。おまけに、住民の一部がパルチザンとして、プロイセン軍への武力抵抗まで始めていた。10月17日、プロイセン軍主力戦法がベネシャウに到着、翌18日には、大王もベネチャウに入り、ひとまず、 プラハとの連絡は保たれた。プラハとの距離が短縮されたことによって補給状態も一時好転し、プロイセン軍は接近するオーストリア軍に対するべく、西南に向けて陣を敷いた。この時点での大王の計画は、オーストリア軍を海戦によって、モルダウ西岸に追い返したら、モルダウサザワ、もしくはルシュニッツサザワ間の地域を確保して東映に入り、 戦争の仕切り直しを行うというものだった。10月22日、オーストリア軍はザクセン軍と合流し、これによって兵力もオーストリアが優勢となった。23日、連合軍はプロイセン軍のすぐ近く、マルショビッツに賢人を敷いた。24日、大王は直ちに海戦を行うつもりでマルショビッツに接近し、連合軍の陣地を偵察した。連合軍は 米面の故障と丘の散らばる地形を巧みに活かし、非常に攻撃の困難な陣地を構築していた。25日、一昼夜の偵察と検討の後、大王は海戦を断念して撤退せざるを得なかった。このマルショビッツの陣において、後の7年戦争では、いつも果敢に回戦を仕掛けた大王が、なぜ攻撃を断念したかについて、理由の第一はその地形にあり、 なるほど有利な位置を占めるオーストリア軍に攻撃をかけて勝利を得た事例は多いけれどももしこの時攻撃を行えばそれはプラハやトルガウではなくコリニやクーネルスドルフのような結果となっただろうとされるまた第2話軍の状態にありこの時のプロイセン軍兵士は先の1ヶ月の行軍とその間の食糧不足により著しく消耗衰弱しており士気も沈滞して 通常の戦闘能力が期待できる状態ではなかったのである。フランツ・フォンデア・トレンク10月26日、プロイセン軍はモルダウイ島を確保することを諦め、サザワ川を北に越えた。大王はまだサザワイ北を確保する可能性を追求していたが、オーストリア軍の進撃はその希望を早々に失わせた。トラウンの戦略は海戦を避け軌道によって、 プロイセン軍を撃退することであり、北上するプロイセン軍主力に対しては、自軍主力でもって追撃することをせず、パンドゥールによって常に圧迫することのみを行った。トラウンは勢力を割いて、プラハに対する圧力を強めるとともに、軍主力を依然として北東に向け、ベネシアからさらに東に向かって行軍した。 プロイセン軍の求めるものは、速やかな今年の戦役の打ち切りと投影だった。佐沢川を越えた後、プロイセン軍にはもうエルベ川しか残されていなかったが、それについて大王には二つの選択肢があった。一つは、プラハ周辺に止まって、プラハを援護しつつ、米面北西部で投影に入ること。もう一つは、東方のエルベ川屈折部に交代し、米面北東部で投影に入ることだった。 東に撤退した場合、プラハとの連絡を断たれて、プラハが孤立するが、かといって、プラハに固執するとシュレージエンとの連絡が断たれる、恐れがあった。すでに浸透しつつあるパンドゥールを排除し、シュレージエンとの連絡を確保する目的で、大王はナッサウの部隊を東に派遣して、エルベナンガンのコリン・パルドビッツの線を保持させた。しかし、 オーストリア軍の意図が不明で、大王は両者の選択で迷い、しばらく決断を下さないまま北上を続けていた。押し寄せるオーストリア軍部隊によって、プロイセン軍本隊は、プラハとの連絡もなっさうの先遣隊との連絡も途切れ気味で、軍には再び飢餓状態が出現した。首脳陣からは、シュベリーンが脱落した。オーストリア軍は、サザワを超えなお当心中との報告を受けると、 大王も決断を下さざるを得なかった。トラウンの目的は明らかであり、それはプロイセン軍が米面から撤退しないようなら彼らを手礼辞縁から分断することであった。プラハに止まった場合、プロイセン軍は本国との連絡を立たれる上にオーストリア軍に手礼辞縁を攻撃することを許すことになるのである。プロイセン軍は ベイミッシュブロートで東南に方向を転じ、11月8日から9日にかけて、コリンでエルベ川北岸に溶かし、東映に入った。プロイセン軍は南岸西のコリンに、ナッサを東のパルドビッツネデュムーランを入れて守らせ、エルベ川を防衛線として、小平戦を張り、東映の守りとしていた。無論大もオーストリア軍が、つんなりと攻撃をめるとは思っていなかったが、 オーストリア軍も通常なら、東映に移り始める時期で、今少しの時間エルベ川を守りきることならば、十分可能と考えた。実際にもオーストリア軍のコリンへの攻撃は、撃退に成功していた。しかし、オーストリア軍は、プロイセン軍を米面に残したまま次の戦役に持ち越すつもりはなかった。11月19日、深夜のうちに密かに船を浮かべて、 敵弾兵を対岸に渡すことで、連合軍は、とかに成功した。早朝、突如出現した、敵部隊と遭遇した、ベーデルの大隊は、圧倒的に優勢な敵の前によく戦い、ベーデルは、大王からレオニダスと呼ばれるほどであったが、結局は交代せざるを得ず、川西を占領されて、オーストリア軍のとかを許すこととなった。大王の計画は、またしても破れ、 もはや、プロイセン軍には、全面撤退の道しか残されていなかった。大王は直ちに物資と、傷病兵の軽にヒグレーツへの輸送に着手し、全部隊に撤退準備を命じるとともに、フェルトイエーガーに敵中を突破させて、プラハのアインジーデルに撤退を命じた。大王は軍を二つに分け、一つは、ワカデッサウの指揮により、物資を携えてグラッツに撤退させ、もう一つは、 大王が率いて、ケ京ニ・ヒグレーツで殿を務めたナッサウを収容し、バカ・デッサウ軍の撤退を援護しつつその西を、ブラウナウ経由で、シュレージエンに撤退した。雪の降る冬の産地を十分な食料のないまま、撤退するプロイセン軍を、さらに、オーストリア軍の追撃が襲い、撤退は成功するにしても多数の、戦闘による死傷者、上と、寒さによる病死者。 そして逃亡者を出さざるを得なかった。彼らは12月初めには、主霊寺園に到着した。プラハ守備隊の撤退業はより悲惨であった。大王の撤退命令を受け取ったアインジーデルは、ごくわずかな時間で、重砲と予備重機を破壊して、川に沈め、可能な限りの牛馬を挑発し、食料をかき集めることのすべてを行い、11月26日に撤退を開始した。 すでにプラハは、オーストリア兵に囲まれており、シモンを出て、すぐパンドゥールから狙撃を受け、それでいて、シモンを出る前から市民によって狙撃されるありさまだった。パンドゥールは、陸だけでなく、モルダウにも船を浮かべて、プロイセン軍を銃撃し、街道上は打ち捨てられたニューマ社と死傷者が散乱する、悲惨な光景となった。アインジーデルは一旦北西に降軍して、ライトメリッツに達し、 そこから北東に転じて、ザクセンの南端を通り12月中旬に主ジ寺園に達した。しかしこの過程での彼の軍の損害はあまりにも多く、アインジーデルは建築されて、軍法会議にかけられ、1745年に寂しく、世を去った。プロイセン軍を米面から駆逐したオーストリア軍は、そこで東映に入るのではなく、引き続いて直ちに、 シュレージエンの奪回に取りかかるようマリア・テレジアから命令された。グラッツ軍ではオーストリア軍が全域に侵入してプロイセンが保持するのは風景の守るグラッツ要塞のみとなり、一方でオーストリア軍主力は上シュレージエンに向かっていた。上シュレージエンではメーレンザ海まで交代したマルビッツ軍が抵抗を試みていた。パンドゥールはすでに上シュレージエンに侵入を始めていた。 シュレージエンに到着した大王は本国からローデスサウを呼んでシュレージエン防衛の指揮を託しシュレージエン就業成長官民票に軍への補給手配と投影準備を命じた大王自身は軍再建のため12月12日にベルリンに帰還したもののシュレージエンの状況が緊迫していたためすぐ現地に戻らねばならなかったオーストリア軍の目的はージ寺ン内に食い込んで そこで投影することで、それを許せば、次の戦役が、プロイセン軍にとって著しく不利になることは、明らかだった。大王は、敵の侵入を許すな、断固撃退せよと命じたものの、マルビッツ軍は、優勢なオーストリア軍が前進してくるととロッパうから、ラティボルに交代せざるを得なかった。マルビッツが、心臓発作で休止したためローデッサウの息子の一人、ディートリヒが指揮を引き継いだが、 ウェイシュレージエンのプロイセン軍はさらに、コーゼルに交代して、オーストリア軍はウェイシュレージエン南部に着実に、進出し、ノイシュタットを占領した。これに対応して、年明け1月9日、ローデッサウと不十分ながら、再編成を間に合わせたプロイセン軍は、ナイセ川を渡り、オーストリア軍を撃退するべく南に向けて前進した。この時ウェイシュレージエンにいたオーストリア軍は疲労の、 極に達していた。彼らは春にライン川を渡り、夏はエルザスにいて、そこからドイツを横断して、ベーメンで戦い、冬になってもまだ戦い続けているという状態で、物資と兵員の欠乏は甚だしく、真冬の作戦は、さらに彼らを消耗させ、手礼寺園に入ったことで、補給難も生じていた。また、プロイセン軍を米面から撃退した後は、バイエルンに、 軍の勢力を割かれていた。プロイセン軍が押し出してくると、オーストリア軍は後退した。1月16日、プロイセン軍はイエーギルンドルフに達して、オーストリア軍に接近したが、蒸気のような理由があってトラウンは、海戦を回避し、シュレージエンでの投影を諦めて、撤退に移った。プロイセン軍はさらに追撃して2月には上、シュレージエンを回復した。 並行して2月14日、グラッツにおいて、レイバルト率いるプロイセン軍がハーベル・シュバルツで、バリスのオーストリア軍を撃破し、グラッツからもオーストリア軍を駆逐した。戦局は膠着して、ようやく両者とも東映に入り、大王はまた本国に戻った。1744年の戦役で、プロイセン軍の負った損害は実に甚大であった。 オーストリア軍に投降したプロイセン兵士は1万7千人に及ぶとされ、一説によれば、米面から主令寺園に帰り着くことのできた兵士の数は、元の半分の3万6千人ほどだったという。一度軍中に広まった薬病はなかなか収まることなく、依然として多数の傷病兵を抱えており、装備弾薬の損失も考え合わせると、1745年初めのプロイセン軍は、 戦闘能力を喪失しかけていた。損害は物的な面にとどまらず、精神的な面にも及んでいた。大王は将兵の信頼を失いつつあり、将校は投げやりになり、兵士たちの間でも、規律と団結は失われようとしていた。プロイセンの支配が揺らいでいることを感じた、主霊寺園の住民には、公然とした反抗が見られた。 1744年の敗北から1745年春までのプロイセンは大いなる危機の中にあった。大王は後の著作においてこの年の戦役の記述を以下のように締めくくり、また一回戦に及ばすしてプロイセン軍に勝利したトラウンを称えた。どの将軍もこの戦役で私以上の失敗をしなかった。まず何よりの失敗は、 米面において少なくとも6ヶ月間の活動を維持するのに必要な量の物資を準備していかなかったことだ。我々は軍というものが胃袋によって成り立っていることを知っている。しかし、それが全てではない。ザクセンに侵入するときに私はザクセンがすでにボルムス条約に加盟していることを知っていた。私はザクセンにその所属する同盟を変えさせるか、さもなくば、 米面に入る前に彼らを打ち倒しておくべきだった。プラハ本位中、ベラウンでバッチャー二元卒に対して不十分な規模の死体しか送らなかった時、彼らが非凡な勇気の持ち主でなかったら彼らは失われていただろう。プラハを占領した後には全軍の半分の戦力でもってバッチャー二元卒を攻撃し、ロートリンゲン講師が到着する前に彼を撃破して、 ピルゼンの集積物資を奪うのが良策であったろう。オーストリア軍の米面での活動のために準備されていたその物資の損失は彼らに改めて物資を集積させることによって時間を費やさせ、それは彼らをしてこの地方を失わしめることになっただろう。もし誰かが何とかプロイセンの物資を満たそうとするのに払われた十分な熱意を感じることがなかったというのなら、 私はそのことについて非難されるべきであろう。しかし、補給要因に対してそれは無用である。彼らは彼ら自身のための物資を空にして、補給を届けたのだ。私に、君主として、ベルイル元帥との間に、ターボル及び、ブトバイスに進出するという彼の提案した計画を、了承したという弱みがあったとしてもしかし、計画が困難もしくは危険であることを認めたときには、 それは重要でもないし戦争の原理にも反していた。そこから離れることは許されない。その誤りの後に全ての失敗が続くことになった。最終的に我が軍はターボル方面に行軍することによって敵の米面への行軍と宿営を許した。この地方のすべての行為はオーストリア軍のためにあった。トラウン元水はセルトリウスの役割を果たし、私はポンペイウスだった。 トラウン元帥の指揮は完璧なエクサレであり、職務を愛し才能をあるすべての軍人はこれを研究し、模範とすべきである。私は、この戦役が私にとって、戦争術についての学校であったとみなしており、そしてトラウン元帥が私の教師であったことを、はっきりと認めたい。君主にとって、幸運はしばしば風によりも致命的であり得る。前者は、推測に酔わせるが、 後者は慎重かつ謙虚に振る舞うようにさせる。1745年春の各国の外交は、プロイセンにとって大変厳しい状況に、一方のオーストリアにとっては、主霊支援を奪回するのに大変都合の良い状況に、なっていた。1744年の米面侵攻が完全な、失敗に終わると、大王はすぐ、イギリスに働きかけて、和平の可能性を探り始めた。 もちろん、シュレイジエンはプロイセンが保持したままというのが、大王の条件だったが、プロイセンから和訳を破っておいて、戦況がオーストリア優位に傾いている状況でのこの交渉は、当然うまくいかなかった。それどころか1月8日には、イギリス、オランダ、ザクセン、オーストリアの4カ国によるワルシャワ条約が成立し、プロイセンを包囲攻撃する体制が作られていた。この条約は、 ザクセンを完全にオーストリアの味方にし、オーストリアの側に立って戦う代わりにイギリスとオランダから資金援助が与えられるという内容だった。ただ4カ国同盟とは言っても、イギリスとオランダにタイプロイ戦線に兵力を回す考えはなく、実質的にはザクセンの戦力が加わることがはっきりしたことだけが成果だった。1月20日、 かねてより健康を害していた皇帝カール7世が、戻ったばかりのミュンヘンで死去した。神聖ローマ皇帝を援助するというのがプロイセンと、フランスが戦争で掲げていた題目で、両国は大義名分を失うとともに、皇帝の後継ぎマクシミリアン・ヨーゼフがまだ幼少であり、戦況不利であることを考え合わせると、皇帝位がハプスブルク家に戻る降算が大きくなった。 ハプスブルク家を皇帝くらいから引きずり下ろして帝国への影響力を失わせるのがフランスのそもそもの戦争目的でありそれが元に戻ってしまうのを惜しんだフランスはザクセンに働きかけてアウグスト3世を皇帝に押し合わせてザクセンを味方に引き入れようとしたしかしこの計画はすぐに失敗したプロイセンもこれを機会にイギリスに フランツ・シュテファンへの投票を約するという条件で和平圧政を依頼したが、やはり断られた。オーストリアは、バイエルンを早期に戦争から脱落させるために、冬の間から部隊を動かしており、春になると強力に攻勢に出て、連合軍を後退させミュンヘンを占領した。その結果、バイエルンはオーストリアへの請求権をすべて放棄して、単独講和であるフィッセン条約が成立し、 オーストリアはプロイセンに戦力を集中させることができるようになった。フランクフルト同盟は運産無償し、プロイセンはドイツに友好が一つもいなくなった。フランスはすでに1743年頃から皇帝への支援を打ち切りたいと考えるようになっており、ドイツ方面での活動に消極的になっていた。1744年12月にミュンヘンからベルリンへ、 作戦調整のため向かっていたベルイル元水がイギリス軍によって拘束されイギリス本島へ誇送される事件が発生しており継承戦争の立案者で帝国への軍派権を強く訴えてきた彼の不在はフランス宮廷がドイツ方面作戦について消極論に染まるのをさらに助長したそこへバイエルンの戦争脱落が決まったためにフランスはドイツへの興味をほとんど失い フランドルやイタリア方面に注力する姿勢を示していた。これは事実上、プロイセン単独でオーストリアと戦わなければならないということだった。さらに、プロイセンにとって悪いことにロシアがオーストリア側に支持を寄せる姿勢をだんだんと明らかにし始めていた。大王はロシアの行為的中立を獲得するために工作を重ねてきたが、オーストリア、イギリスともに ロシアを味方に引き入れること力を入れており、後者が勝った結果となった。大王は、このような状態で戦役を始めたのである。プロイセン流騎兵もし、プロイセンがオーストリアとの和兵を実現させたいなら、主霊事園の返還を認めるしかなかった。しかし大王はあくまで、主霊事園を領有し続ける姿勢を内外に示し、断固として、戦いを選んだ。宮廷では、銀製品を銀貨に変えて、 資金を捻出し、軍再建に投じられた。再建には550万ターラーを用意したとされる。プロイセン軍は、ドイツ中に母兵官を派遣して、傭兵を雇い入れるとともに、関東制度の登録者をかき集め、脱走兵には逃亡を罪に問わないことを約束し、臨時ボーナスも出して、帰還を呼びかけた。損害の大きい部隊や、回復の遅い兵士は、要塞守備隊と入れ替え、 シュレージエンではローデッサウが訓練を課して指揮と連度の回復に努めた。全般的に不利な情勢の中、プロイセンにとって都合の良いことが一つあった。それは前年の戦役が2月まで押して東映入りが遅れたことと1745年戦役の始まりでバイエルンへの攻撃を優先したことからシュレージエン方面における オーストリア軍主力部隊の行動開始が5月まで伸ばされたことだった。これで、大王は、プロイセン軍の再建に余裕を得た。オーストリア軍の作戦は、主力に先駆けて上司令寺園に、ハンガリー勢主体のエステルハージ軍を進出させて、プロイセン軍の注意を引きつつ、本隊は、ザクセン軍と合流して、米面から山越えで直接下司令霊寺園に入り、ブレスラウを目指すというものだった。 オーストリア軍の指揮は引き続き、カール公師によって行われたが、前年にプロイセンを苦しめたドラウンはライン方面に転出していた。3月15日、大王はベルリンを離れ、シュレージエンに戻って指揮を掌握した。ローデッサウをマクデーブルクにおいて、ハノーバーとザクセンの両方に対する備えとし、自身は内世からしばらくオーストリア軍の動向を観察していた。 メーレンでの投影を終えて、オルミュッツに集結しつつある、オーストリア軍主力部隊が、すでに活動を始めている、エステルハージ軍に続いてウェシュレイジエンに入るのか、それとも米面に移動して、山越えを図るのかが、最初の問題だった。大王は、オーストリア軍の将校を自軍に引き抜くことで、オーストリア軍が米面から、シュレイジエンに侵入することを早い段階で知った。オーストリア軍が、 米面で物資の集積を行っていることを大王は把握しており、これは上記の情報を裏付けた。5月に入るとオーストリア軍はメーレンから米面に移動した。大王は主力部隊を内セ、シュバイトニッツ、グラッツの3要塞のおおよその中間点にあるフランケンシュタインに集結させて動かさず、ウエシュレージエンのエステルハージ軍に対しては平数に、 オトルカール辺境白軍のみで地帯戦術に終始させた。大王は二重スパイを用いて、プロイセン軍は損害が大きすぎて立ち直れず、国境周辺での抵抗を諦めて、ブレスラウへ撤退するとの偽情報を送らせた。大王の意図は、オーストリア軍を積極的に、主霊寺園内に誘引し、平地に引っ張り出して、一大決戦を仕掛け、戦局をひっくり返すことだった。 オーストリア軍ではプロイセン軍に対する楽観的な見通しが支配的でスパイの報告をたやすく信じ。主霊支援ではブレスラウへ繋がる道が公平により急遽補修されているとの知らせもオーストリアの認識を強化したが、これも大王の疑問策の一つだった。大王はオーストリア軍の予想進路からランデスフートニ・ビンターフェルトをシュバイトニ・ツネデュ・ムーランを置いて、 なおしばらく敵の動きを待った。5月19日、ケイニヒグレーツのカール公主軍が抗軍を始めたと知った大王は、決戦に兵力を集中するために上主霊寺園からカール辺境白軍をも引き上げることにした。すでに、内瀬川以南の地域は、パンドゥールがすっかり占拠してしまっており、大王は追転の騎兵部隊を派遣して、イエーゲルンドルフに命令を伝達させた。 カール編共白も現地に少数の守備隊を残してすぐ行動に移り22日には攻撃してきた優勢なオーストリア軍をよく撃退しそのまま敵中を押し通って27日にフランケンシュタインに到着した同じ22日オーストリア軍のナドシュディヒキール前衛部隊はランデスフートに達してビンタンフェルトを攻撃しビンタンフェルトは速やかに交代して大王に 敵の到着を報告した。オーストリア軍本隊は26日から順次峠を越えてランデスフートに到着し、ザクセンバイセンフェルス港のザクセン軍も合流して、31日まで一旦同地に停止して、陣容を整えた。5月30日、大王率いるプロイセン軍はいよいよ決戦に向けて、航軍を開始した。同日中にライヘンバフハまで進出。 31日には、シュバイトニッツに到着し、同地から、アルト・ヤウエルニッヒにかけて宿営した。ヤウエルニッヒに本営を構えた大王は、デュムーランに、シュバイトニッツの北のシュトリーガウにあって偵察網を展開するように命じ、自身は、シュトリーガウ西方の土地を偵察して、敵の到着を待った。6月3日、連合軍は山地を降りて、シュトリーガウ西方。 ホーエンフリートベルクに到着した。連合軍は、プロイセン軍の決戦を意図しての計画的行軍を、内政やグラッツを睨んでいた大王が、北からの侵入に驚いて、急遽転身してきたものとみなし、ブレスラウに回り込まれ、本国との連絡を断たれるのを恐れて、すぐにも撤退するであろうと推測した。翌6月4日に行われたホーエンフリートベルクの戦いは、プロイセン軍の対象となった。 大王にとって1745年以降この戦争の目的はシュレージエン領有の保障された和平を獲得することにあった。故に以後のプロイセン軍の行動は全て和平交渉へ良い影響を与えようという目的に沿って行われた。海戦に勝利した後、大王は再びデュムーランやビンターフェルトの部隊を送って国境の産地を回復させたが主力でもって敗走した。 連合軍を追撃し、撃滅しようとはしなかった。これは、後の軍事視野からはしばしば批判されたことであるが、大王が追撃を見送ったその理由は、一つにはこの時代の戦争それ自体が、ナポレオン戦争の頃とは異なり、追撃を重視しなかったことにあり、今一つは、プロイセン軍の兵坦整備が未だ前年の損害を、回復しておらず、準備なく、米面に踏み込めば、 前年の二の前になりかねなかったからである。補給体制を整えたプロイセン軍は、6月中旬から山を越えて、米名北東部エルベ上流域へ進出し、ケイニヒグレーツで連合軍と対峙した。海戦敗北後ケイニヒグレーツまで撤退し、そこに止まっていたカール公師は、自軍をケイニヒグレーツの南、エルベ川東岸のエルベと、オドラに挟まれた要害の地において、 防御を固めていた。対する大王も6月18日、オドラ北岸、ケイニヒグレーツ北東に陣を構えた。両軍の陣地はすぐに海戦に転じることのできるほど、接近していたが、カール公使に海戦に訴えるような戦意はなく、大王の意図もあくまで、オーストリア軍にプレッシャーをかけることにあった。このため戦闘は起こらなかった。大王は、ホーエンフリートベルクの戦いの後、 早速イギリスに和平交渉を始めるよう働きかけていた。方ンフリートベルクより、先の5月11日には、フォントノワの戦いにおいて、イギリス、オーストリア、オランダ連合軍が、フランス軍に敗北しており、イタリア方面においてもフランス・スペイン連合が、優勢で、1745年夏の戦況は春とは、大きく変わって反オーストリア側に分があった。 ケイニヒグレーツで睨み合いを続けて、イギリスとの交渉進展を待つ。その間に、大王はナッサンをシュレ主ジエンに増破して、エステルハージ軍を押し戻すよう命じ。一方で、マクデブルクのローデッサン軍には、ザクセン国境で G 行動を行わせ、ザクセンを戦争から離脱させようと図った。ケイニヒグレーツで退陣して一ヶ月も経つと、プロイセン軍は土地周辺の物資を消費し尽くしてしまい、 新しい別の土地に移らなければならなかった。7月20日、プロイセン軍はエルベサガンに溶かして、クルムを中心にピストリッツからエルベまでの領域を占領し、なお交渉の進展を待った。このカンザクセ戦軍は本国の状況に危機を感じ、部隊の多くを帰還させたが、オーストリア軍にはなおしばらく動きはなかった。この頃フランスはプロイセンの要求に 新生ローマ皇帝の選出会議を開く、フランクフルトは当時フランスのコンティ軍が抑えていたが、このフランクフルト確保のために、オーストリアのトラン軍が前進してくると、コンティ軍は戦闘を回避して、ラインサガンに撤退してしまった。当時両国の間ではもうほとんど連携は行われなかった。一方イギリスは、ネーデルラント方面での戦況劣勢に加えて、 フランスがチャールズ・ジャクシン王の上陸支援を格索中との報告も寄せられていたことから、プロイセンとオーストリアの講和を圧戦することに再び前向きになっていた。8月26日、ハノーファーでの最終交渉の結果、和平は1742年のブレスラウ条約を元にすること、和平成立の際にはプロイセンはフランスステファンの皇帝即位を認めることを条件に、イギリスは オーストリアとの講和戦を行うという内容のハノーファー協定を結んだ。プロイセンの兵士たち、マリア・テレジアは、大王の期待に反して、戦意要請であり、プロイセンから、主霊支援を奪い返すためにさらなる戦いを望んでいた。よって女王は、イギリスの大使トマス・ロビンソンが提案した講和を拒否した。イギリスとオランダはオーストリアが、西方に兵力を回さないのが不満で、 ザクセンへの資金援助を渋っており、今年1月に結ばれたばかりのワルシャー条約は早くも空文化していた。このためオーストリアはザクセンを自国側につなぎ止めるためにケーフェンヒュラーを送り、8月29日にドレスデンで自国との同盟を再確認した。さらに女王はロシアに参戦を呼びかけて参加国によるプロイセン攻撃の計画を構想した。 近日中の夫の皇帝即位が予定される中、女王はカール公使軍に兵士の補充を行わせるとともに、ロップコビッツとダレンベルクの両将軍を送って、補佐役とし、カール公使に断固として、プロイセン軍への攻撃を命じた。カール公使は軍の一部にエルベトーガンを北上させて、プロイセン軍のシュレイジエンとの連絡線を攻撃して、これを断ち、一方で、主力は、 エルベ西岸に渡って、大王軍を圧迫し、北に追いやって、米面ンから撤退させることを目指した。オーストリア軍が北上を開始した時、プロイセン軍部隊は占領地で物資調達を容易にするために広く分散しており、まずは集結を図らなければならなかった。大王は、オーストリア軍の行動によって女王が戦争継続を選んだことを知り、和平への見通しが甘かったことを悟った。 上シュレイジエンの回復や作戦権制のために部隊を派遣して、米面のプロイセン軍は数を減らしていたため、大王は米面での交戦はせずにシュレイジエンへ撤退することにし、オーストリア軍はこれを追った。プロイセン軍の補給路では例によって、トレンク、フランキーニといった指揮官に率いられたオーストリア軍系不評部隊による攻撃が行われた。 プロイセン軍も彼らへの対処方法を経験によって学び、複数のルートを設けて補給部隊に大きな護衛部隊をつけ、中継基地の守備も固めていたが、グラッツ方面の連絡船は度重なる攻撃によって放棄せざるを得なかった。大王に随行していたフランスの大使バロリーはフランキーニによる対脚路への先回りした攻撃によって危うく捕虜になりかけ、秘書。 ダルジェが起点を聞かせて自ら身代わりとなることで危機を脱したこともあった。食料を不足に苦しむようなことはなかったが、この攻撃はプロイセン軍に対して大きな圧力となり、また警備に兵力を裂かねばならなくなった。9月18日、プロイセン軍はヤロミツでエルベ川東岸に渡り、北上して主霊支援を目指した。退却進路を オーストリア軍から守るためにル・ムーラン、ビンターフェルト、レーバルトラを次々に送り出したことで、もともと少なくなっていた大王軍の戦力は2万程度にまで落ち込んでいた。これに対して4万の兵力を持つカール公使軍は、積極的に敵を追い、9月29日夜、ゾーアにおいてプロイセン軍に海戦を仕掛けるため接近した。この時大王は、 あくまで敵の行動は自軍を軌道によって撤退させることにあると考えて敵の戦意を過小評価し警戒を怠ってその接近を許した。翌30日早朝敵のすぐそこに迫っていることに気づいた大王は兵力半分ながら攻撃にで増アの戦いに勝利した。増アの戦いの後大王は軍を同地に5日間止め、 内外に勝利を印象付けてから10月6日に撤退を再開し19日に国境を越えて主霊寺園に戻った。大王はこの戦勝によってオーストリアに講和を受け入れさせることができると考えており今年の戦役は終わりと判断して主霊寺園の軍及びザクセン国境の軍を東映に入らせた。このような精神的影響を考慮する勝利が 特に重要であることを注意するために、ゾールの回線だけを指摘しておく。この回線の戦利品はさほど大ではなかった。しかし、フリードリヒ大王は、すでに、ージ寺園への退却を決意し、また、軍の状況から押して、この退却は十分な根拠を有したにもかかわらず、彼はなお5日間戦場を保持して、初めて戦勝を布告した。フリードリヒが自ら語っているように、彼は、 この戦勝による精神的圧力をもって講和を将来しうると考えたのである。もっともこの講和が実現するにはなお二回の戦勝が必要であった。すなわち、ラウジッツ地方のカトーリッシュヘンネルスドルフの戦闘と、ケッセルスドルフの海戦とにおける勝利である。しかし何人といえども、ゾールの海戦の与えた精神的効果は例であった、と言い切ることはできまい。 クラウゼビッツが解説するように、大王の機体は外れた。今や女帝となったマリア・テレジアは、ロシアの参戦承諾を得て、プロイセンに対し三方向からの大規模な攻撃を、起としていたからである。その内容は、まず第一に、カール・コーシ軍をラウジッツに入れて、ザクセン軍の、第二に、ザクセンから、ザクセン軍主力部隊である、ルトフスキー軍をマクデーブルクに進出させて、 東映中のマクデブルク軍を攻撃、敗走させ、その後ブランデンブルクに直進させて西からベルリンを狙う。この二つの攻撃を応援するために、オーストリア軍は、ライン方面からクルネの部隊をザクセンに転進させて、ルトフスキー軍とカールコーシュ軍の東西の間隔を埋め、ハンガリー勢の一部に、下主霊寺ンへの侵入を試みさせることで、プロイセンの注意をそちらに引きつける。第三に、 ロシア軍は応援のために、ポーランド経由で、ザクセン本国に部隊を進出させ、同時に、東プロイセンを攻撃する。この構想はオーストリア継承戦争において、オーストリアが起とした作戦の中で最も大規模な、もので、もしこれが成功したならば、今年の戦役は終わったものと思い込んで投影に、入っていたプロイセン軍は、敵の侵入への対応が遅れ、プロイセンの主要な軍勢力である。 シュレイジエン軍とマクデブルク軍はそれぞれベルリンから分断された状態で確固に撃破され、ベルリンはわずかな守備隊だけで敵に直面することになり、そこへさらにロシアの攻撃が重なることになったであろう。プロイセンとの戦いに戦力を集中させたい女帝は、もしこの作戦が成功するようなら、かなりの情報を行ってでも、フランスと直ちに講和しようとも考えていた。もっともこの作戦は、 プロイセン軍がこちらの攻撃に素早く反応した場合、ルトフスキー軍はマクデブルク軍とカール・コーシ軍はシュレージエン軍とそれぞれ本格的な回戦を行わざるを得ず、カール・コーシは自軍が敗戦続きで著しく消耗しており、士気も沈退して装備の補充も進んでいないことからそのリスクを恐れて、この作戦に反対だった。参加国によるプロイセン攻撃計画は、 ザクセンの最小ブリュールがスウェーデン大使にその存在を漏らしたことから中ベルリンスウェーデン大使を通じて直ちに大王に報告された。これを聞いて大王はポデビルストローデッサウを招集して検討会議を開いた。両者は共に作戦実施の困難さとザクセンの戦意を疑ってこの情報に会議的でしばらく様子を見るようだように提案したが 大王は敵の意図を正しく判断した立ちに対抗作戦を立案して二人にその準備を命じた。大王は各部隊に密かに戦闘準備を整えさせることだけをさせて自軍をすぐに動かすことはしなかった。大王の作戦はまず自国がオーストリア軍の行動には気がついていないように見せかけることによってラウジッツに向けて抗軍中のカール公使軍を 国境近くまで引きつけ、そこで大王率いる主力部隊が強襲をかける。次に晴れに集結したローデッサン軍がザクセンに進出し、ザクセン軍を撃破するというものであった。ベルリン防衛には、はっに少数の部隊を与えるだけに止め、大王は野戦によって速やかに敵主戦力を無力化し、ロシアの介入前に決着をつけることを狙っていた。アンハルトデッサウコー。 レオポルト一世11月、大王は、シュレイジエンに移ると、ビンターンフェルトに3000の兵を与えて、ザクセントの国境である、ボーベア川特、バイソ川の地域に展開させ、敵石膏の侵入を阻止するとともに、敵軍の行動を偵察させた。また上、シュレイジエンからナッサウを呼び戻して、下シュレイジエンとベーメントの国境を守らせ、自らは、主力と共に動くことなく、時期を待った。 カール・コーシュ軍は、ビンタンフェルトによって、視界を塞がれたまま、フランクフルト・アンデア・オーデルへの進軍を目指して、ラウジッツに入った。連合軍は、ナイセ川とクー、バイス川の間に展開し、右翼のクバイス川を、ザック戦軍が守っていた。11月23日、プロイセン軍は、強行軍でもって一気に敵に接近、ナウムブルクでクバイス川左岸に渡ると、ヘンネルスドルフの戦いで、 ザクセン軍を吸収して、これを配送させた。25日には、オーストリア軍が物資集積基地としていたゲルリッツを攻撃して、占領した。敵の行動を全く把握していなかった。カールコーシ軍は、プロイセン軍の攻撃に対応できず、ザクセン軍を援護することもゲルリッツを救うことも、できなかった。大王は、ゲルリッツを落とした後すぐ、オーストリア軍主力を撃滅しようとしたが、 カール公使は、ゲルリッツ陥落で作戦に必要だった物資を失い、うかうかしているとツイッターに、先回りされて補給船を完全に立たれるため、当初の目的を早々に放棄して、ベーメンへ退却した。この一連の戦闘で、プロイセン軍がごくわずかの損害で目的を達成したのに対し、オーストリア軍は大量の物資に加えて五千の兵を失ったとされる。ラウジッツにおいて、 敵軍を下した後、ゲルリッツに本営を置いた大王はしばらく兵を休めて、強行軍によって乱れた軍を整える間に、ビンターフェルトを、シュレージエンのナッサウの援護に回し、レーバルト軍を本体に先駆けて精神させた。ナイセとエルベの間をつないでいた、グルネ軍は、カール公使軍の敗北とレーバルト軍の接近を知って、西に撤退し、ルトフスキー軍と合流した。 その頃晴れを進発したローデッサウ軍は、ライプツヒを占領、エルベ川に転進して、トルガを攻略していた。ロシア介入前に、ザクセンを戦争から脱落させたい大王は、ローデッサウに速やかに進撃せよと命じていたのに、ローデッサウはいちいち補給倉庫とパンや企業を設置してからでないと軍を進ませなかった。大王の旅重なる、即戦即決命令に対し、 長老たるローデッサウは容易に従わず自分流の戦争のやり方にこだわった。しかしこの間、ガベルからリトメリッツでエルベ川に出たカールコーシ軍がザクセンに急行しつつあり、早くルトフスキー軍を撃破しなければカールコーシ軍と合流されてしまう可能性があった。敵戦力の格好撃破を望む大王は自らもバウゼンを経てドレスデンに向かう一方、ローデッサウに直ちに ドレスデンを攻めるよう重ねて命令した。12月12日、ゴルツを先鋒とするローデッサウ軍は、マイセンを占領し、マイセンの橋を渡ってきた、レーバルト軍と合流した。13日には、一旦ドレスデンに向けて行進しかけたところ、ロエル率いるザクセン竜騎兵部隊の襲撃を受け、これを退けた。翌日再びドレスデンに向けて、 後軍を開始したプロイセン軍は15日、ドレスデンの北で待ち受けていた、ルトフスキー軍に海戦を挑み、ケッセルスドルフの戦いで勝利した。1748年のドレスデン・ケッセルスドルフの戦いはタイミングに着目すれば、実に際どいものであった。戦いのあった15日にはすでに、カール・コーシ軍の先法が、ドレスデン郊外に到着しつつあり、ルトフスキーが海戦に及ぶ前に、 カール公使に強行軍を要請するか、あるいは、ルトフスキーがドレスデンの南に陣を下げていれば、また違った結果になったかもしれないとされる。もっとも同様に、大王軍も15日には、前線でエルベ川を溶かしているわけで、この場合、ドレスデン全面で方園フリートベルクの戦いに、匹敵する規模の大会戦が行われた可能性も、あった。 ルトフスキーが上記の選択肢を取らなかった理由については、ルトフスキーがケッセルスドルーフの地形の利に自信を持っていたためとも、巧妙心のためとも言われる。カール孔子の方も状況が切迫しているにもかかわらず、強行軍を行わなかった。敗走したルトフスキー軍は、ドレスデンの南ですぐ、カール孔子軍と合流することになるが、両者はともに、 ドレスデン防衛を諦めてピルナまで後退した。先帝港とブルールもプラハに避難した。12月17日、ドレスデン守備隊は降伏して、プロイセン軍はドレスデンに入場し、翌18日大王もドレスデンに到着した。大王はローデッサウに会うと、彼の軍歴最後の勝利を称え、海戦前のいざこざを水に流した。一方同じドレスデンで、カール公使軍と、 ほぼ同時に到着したオーストリア特命大使ハラフハが、チュードレスデンフランス大使、ボルグナンと会見し、フランスの言い分をかなり飲んだ上での単独講話を申し入れていたが、今目の前でザクセン軍が敗走し、プロイセン軍が勝利を祝っている状況で交渉は成功するはずもなかった。ピルナの連合軍は、プロイセン軍に圧迫されて、米面に引き下がっていたが、 ザクセンはすでに軍の半数を失っており、プロイセンとの講和に応じる姿勢を示していた。かねてよりのイギリスの圧力もあって、女帝はついに講和を受け入れ、ハラッハに予定を変更して、プロイセンとの交渉の席に就くよう命じた。交渉は、ベルリンから出てきた、プロイセンの外務大臣ポデビルス、イギリス中ドレスン大使、トマス・ビラーズ、ザクセンの大臣、ザウル、そして、 オーストリアの大使ハラッハの4社によって行われた。この時点の戦況に限ってみれば、プロイセンがすこぶる優勢であったが、しかしもし戦争を続行すれば、ロシアの参戦を受けねばならず、またこの時のプロイセンは、戦争を継続するのに必要な資金が尽きていた。このため大王は、欲を出して、戦争を長引かせるようなことをせず、戦況に照らして、差し押とも思える条件で満足した。 12月25日、ドレスデン条約が締結され、ここに第2次、シュレージエン戦争は終結した。フランス大使のバロリーは当時ベルリンにいて、条約交渉の蚊帳の外に置かれており、プロイセンが単独講和の方針であるのを知ってある。バロリーの部下、ダルジェがドレスデンに派遣されてきて、大王と会見して、本位の可能性を探った。ダルジェは、ドイツの英雄となられた。 あなたは今度はヨーロッパに平和をもたらす役割を担う気はありませんかという言い方で大王に自国への協力を求めたが、大王はそれはあまりに危険な役割であり、このカンベルリンから撃って出たような時のような気分にはもう慣れないと言って断った。オーストリアが主霊支援を諦めるとは思えませんが、とダルジェは食い下がったが、大王は先のことはわからないが、 我が身を守る時以外には私はもう猫を襲わないと答えるのみであった。条約が締結されると大王はすぐドレスデンを去り、年が変わる前にベルリンに帰還したが、この時市民や宮廷人はフリードリ被害を万歳の声で迎えた。大王の損傷は、ホーエンフリートベルクの戦勝後には、プロイセンはバイエルンを利用してオーストリアを弱体化させ、 米面に領地を獲得することはできなかったものの、主ジ自ンの領有を再び認めさせることには成功した。一方のオーストリアは、プロイセンの攻撃をしのぐことはできたが、主ジ自ンの回復には失敗した。プロイセンの主ジ自ン領有はオーストリア、継承戦争における、講和条約である、アーヘン条約においても、諸国の承認を受け、プロイセンは、 ヨーロッパの主要な勢力の一つとして確かな地位を獲得することに成功した。プロイセンは他国をしじめにいち早く平和を享受するが、オーストリアはまだイタリアとネーデルラントの二つの戦場でフランスと戦わねばならなかった。この戦争ではプロイセンはフランスとオーストリアはイギリスとそれぞれ同盟を組んで戦っていたが、経緯を見ればわかるように、 フランスとプロイセンとの間で連携は成り立つことなく一方のイギリスもオーストリアに対してどちらの見方かわからないくらい熱心にプロイセンとの講和を進めていたまたもう一つの国ロシアは参戦の機会を逸したがプロイセンを仮想敵国とみなす姿勢は変わらなかったイギリスがプロイセンの外交戦略に熱心に協力していたこと戦争終盤で オーストリアがフランスに単独講和を持ちかけたこと、ロシアがオーストリア側で参戦しようとしていたことなど、戦争中に生じた、諸国間の関係はそのまま七年戦争につながっていくのである。七百四十四年の米面攻撃失敗の後、女帝の攻勢に対して大王は、敵地の占領ではなく、軌道による敵軍への退却供与でもなく、強力に回戦を施行して、 敵や戦軍を打倒することにより戦争を勝利に導いた。6月の主霊支援における作戦と、11月及び12月におけるザク戦での作戦を見れば、当時の戦争一般の常識に名を縛られつつも、大王の作戦は、間違いなく、殲滅戦戦略の走りであり、それは7年戦争の際により一層明らかとなるであろう。ありがとうございます。